皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。今日はレビュー依頼が来ました。フィルターメーカーで H&Y さんというですね、フィルターのメーカーですね。こういうフィルターホルダーと枠のついた角型フィルターが特徴のメーカーですね。マグネットになってて、こういうふうにパコンとマグネットで一発でこうパコンとはまると、でこの上からもこういうふうにワンタッチではめてこうスライドして調整することができるっていう、なかなかの優れものですね。でもさ、これ H&Y さんわざわざこれ商品貸し出してくれたんですけど、私実はもう持ってるんですよね、この H&Y。 丸みって書いてあって、その横に H&Y って書いてますね。あれこっちが H&Y で、こっちが H&Y 丸み？ん？どういうこと？というわけで、ちょっと茶番に付き合っていただきました、すいません。これ結構ちゃんと分かってない方多いんじゃないかなと思ったんですよ。H&Y さんというのは香港のフィルターメーカーで、このマグネットタイプの角型フィルターを開発した、ところなんですよ。で、丸美さんは日本のフィルターメーカーさんなんですけど、もともと H&Y の商品を日本流にアレンジして日本国内で流通させているのが丸美さんなんですよね。だからこれダブルブランドなんですよ。 H&Y のフレーム、マグネットフレーム H&Y のフレームを使ってるけど、丸美が販売してますよ、手を加えてますよっていうことでやってるんですね。こういう職業なので、レビュー依頼が来た時ってやっぱりそのいろんなネット記事見たりとか、他の YouTuber さんの動画見たりとかですね、やって研究するわけですよ。似たようなこと喋ってる人いんのかなとか、みんなどんなレビューしてんのかなって見るわけですよ。で、そしたらね、名前は言いませんけど、どっかの YouTuber さんが、丸みで作ってるフィルターを H&Y が発売してるとかね、逆のこと言ってたんですよ。違うからね、 H&Y で作ったやつを丸みさんが販売してるから、丸美さんは H&Y の OEM 供給を受けているっていうことになるんですよ。このマグネットフレームの、特徴なんですけども、普通はね、こう角型フィルターで上からこう差し込むんですよね。差し込むんです。で、差し込む時に、それなりに力がいるわけですよ。これはもうマグネットなのでワンタッチでパチンとつくということで、手袋をしながら撮影する時とか、すごく便利ですよね。こうパチッとつけて、2枚目もこうパチッとつけて、寒冷地にお住まいの方がよく使ってるイメージがあります。はい、こちらにですね、ホルダーとそれから、角フィルターと2つ、 100mm 角っていうのを載せてます。 H&Y さんは以前にレボリングっていう動画を私作ってます、レビュー動画を。こちらぜひよろしければ見てください。この今右、私から見て右側にあるのが、これが丸美さん、左側のが H&Y さんですね。で、この丸美さんと H&Y さんの違いっていうのを簡単に説明するとですね、丸美さんのフィルターに関しては、全国結構どこでも手に入るところが多いです。ヨドバシカメラさん、ビッグカメラさん、カメラの北村さん、全国のカメラ専門店さん、それからインターネットでも手に入れることができます。かたや H&Y さんの方は、この間動画で投稿した ZV-1 っていうカメラのフィルターはヨドバシカメラさんとかビッグカメラさん、あとカメラの北村さんでも扱ってるんですけど、この角型フィルターの方では基本的にはネット販売がメインっぽいですね。H&Y フィルタージャパンからのダイレクトショッピング、それから、リアル店舗、その実際のカメラ屋さんの中では荻窪の桜屋さんと、それから米表さんでもこの角型フィルターを扱ってるみたいです。そこに行くと実機が見れると。それから2つ目が値段ですね。値段はですね、 H&Y の方が高いです。丸美さんの方が安いです。この辺は多分、丸美さんがこの角型フィルターを販売していく上で、ちょっとでもユーザーに安く提供しようというですね、そういう良心というか、販売戦略の中で値段を安く提供してるんだと思います。じゃあ丸み買った方が安いんだったらいいじゃんって話なんですけど、ホルダーから見ていくとね、丸みさんはこの
CPL フィルターはまあこの後ろにつけてですね、ここをくるくるっと回すタイプですね。で、H&Y さんはここに枠がついてて、これをこう外すと、ここにこれドロップインするタイプなんですね。で、ここがくるくる回るようになっています。ちょっと CPL に関して言うと、こうつけたり外したり、また違う CPL に変えたりっていうところで言うと、 H&Y さんの方がまあ交換はしやすいんでしょうね。で、いろいろ調べたところ、この CPL フィルターの内径が違うみたいです。マラミさんの CPL フィルターは、径が 83mm ですね。で、マルミさんがこれ 95mm あるそうです。だから、広角レンズを使った時にケラリが少ないのは H&Y の方だっていうことになりますね。次、皆さん気になるコーティング見ていきましょうか。これです。どっちもソフトグラデーションフィルターっていうフィルターなんですけど、かざすとね、この左手に持ってるのが H&Y、 こっちが丸みです。このコーティングのね、効果を今そっちにある照明をこう反射させてるんですけど、色違うの分かりますか？これ結構違うんですよ。まあ、私の知る限りではこういう緑のコーティングっていうのは基本的に3層以上のこうコーティングをされているので、反射が少ないっていう設計ですね。で、丸みさんの方は、まあ、コーティングちょっとちょっと省いてるのかな、ちょっと反射が多いのでくっきりこう照明の光が当たってますから、なんでまあこれ実際私取り比べてみたんですけど、ゴーストが出やすかったのは丸美さんの方ですね。あのこういう輪っかのゴーストが出るやつ、あの六角形のね、絞りリングの絞りのその六角形のやつが出るのは私 OK なんですけど、こういう、ま、丸いですねゴーストが出ちゃうのはちょっとダメだったんですよね。なんでまあそれがちょっと出ちゃったのがマルミさんで、出なかったのが H&Y さんということで、コーティングは結構差があるなというふうに思いました。多分その分、値段が安く設定されているんだと思います。ただまあ、私みたいにその、がっつり太陽の方に向けて使うとか、まあそういった特殊な環境になった時に H&Y の方がまあ強いなっていう感じですよね。最大の特徴、あっちょ、あっ割れないんですよ。割れないというかですね、ゴリラガラス、強化ガラスで作られているので、こうやってやっても割れないんですよ。これこう角でこう全然割れないんですよ。 H&Y のホームページに、これを車で引いたりとかしてる動画があるんですけど、割れないっていうのが H&Y の最大の特徴です。グラデーションフィルター、 GND フィルターですね、にそのゴリラガラスが採用されていると。で、丸美さんの方はそのゴリラガラスは採用してません。だからまあ言ってしまえばこっちは割れる可能性はあります。で、 H&Y の方は GND フィルターであれば、まあ、割れる可能性は少ないと。岩場とか海辺で撮影するときって、海と角型フィルターってめちゃめちゃ相性いいんですよね。で、海辺でその角型フィルター使うときに下が岩場で、その岩場でフィルター落として割ったとかって経験あったんですよ。で、強化ガラスになっていることで透過率が下がっているんじゃないかっていうですね、質問を、ライブ配信でいただいたんですけども、実際測定していただいたところ全く、透過率は変わらないそうです。同じだそうです。むしろまあ透過率よりもだからコーティングの方が気になるなっていう感じなんですけど。で、こういう専用ケースがついてます。このケースがめちゃめちゃよくできてて、ここのチャックがね、ちゃんと防水加工になってるんです、これ。だから中に水入ったりしないんですよね。で、なんだろう、外観もちょっとなんかカーボンですよね、これね。カーボンフィルムっぽくなってる、これ傷つきにくいですし、中もね、結構な収納力があります。ですね。で、こうベルトがついてて、裏側にはこのカラビナと、それからこの横のベルトにつけれるケースがついてる。中を開けるとこういう感じで、こう、見えますか？何枚かこう入るように、このポケットが2つあってですね、そのポケットに1枚ずつ入れて、間にも私はこう入れちゃってますね。うん、まあその他のフィルターとかもこう入れてるんですけど、このケースめちゃめちゃ使いやすいですよね。北海道のアマチュア写真家さんで YouTube やってらっしゃるナオインクさんっていう方がいらっしゃるんですけど、そのフィルターケースにですね、一手間
加えるだけでかなり使い勝手が良くなるっていうとてもいい動画をアップされていたので、その動画リンク貼っておきます。そちらもぜひ見てみてください。で、実際つけてるところをお見せするとですね、はい、でこれ GFX がありますけど、まずこの32から60の F4 っていうレンズが 77mm なんですよ。で、77mm っていうこのアダプターリングがありますので、それをまずレンズの先端につけます。 K シリーズっていうフィルターホルダーなんですけど、サクッとはめます。でこれナイトフィルターって光害カットフィルターですね。 H&Y さんも光害カットフィルターです。で、まあこういうですねスクエアのタイプをまあつけて、横でネジを締めてですね、このスクエアのタイプはナイトスカイだったり通常の ND フィルターだったりですね。で、こういうグラデーションフィルターはこの上からつけると。要はその、この普通のスクエアのタイプっていうのはゴリラガラスじゃないんですよ。なのでこっちは落下させると割れる可能性があります。この手前につけるやつっていうのはやっぱ落下させる危険があるわけですよ。なぜならこれ後ろからこう押すとポーンって取れちゃうからですね。このまま落としたりすることがありますから、このゴリラガラス、強化ガラスの方を前に持ってくるようにこうやって動かすように操作をした方がいいです。間違っても逆じゃない方がいいですね。結構軽い力でこう動かせるので、女性の方とかちょっと手が不自由な方とか、まあ、そういう方にはとっても便利な代物じゃないかなと思います。例えばこれ反対だとくっつかないです、まあ、磁石マグネットなんでね。だから、つける方向は間違いないようにしてください。でね、ありがたいなと思ったのが、CPL フィルターでこうサクッと取れるんですけど、ここにドロップインできるんですけどね。で、 CPL フィルターがね、これは ND1000 の CPL、つまり ND フィルターと、CPL フィルターが兼用になってて、内側にサクッと入るんですよ、こうやって。だから蹴られ少ないんですよ。結構 CPL フィルターと ND フィルターを併用して使うと割とね、CPL フィルターのその枠、蹴られが発生することが、結構あるんですよ。H&Y のやつはそのCPL のフィルター内径も、大きいですし、これドロップインのタイプなので、この前にそのフィルターつけても蹴られにくいっていうことがあります。通常のカメラのレンズにフィルター径がついてるやつは、こんな感じで使用ができます。大きいサイズ 150mm っていう枠のフィルターもあります。さすがにやっぱね、150になるとだいぶ大きいですね。で、これはまあ基本的にはデメキンレンズ用ですね。私このタムロンの 1530 の 2.8 っていうレンズが、持ってるんですけども、これにつけてみましょうか。ちょっと GFX にマウントアダプターかまして今つけますけど、で、ここに 150mm 角の、ホルダーがあります。フィルターホルダーが、フィルターホルダーもやっぱ150になるとだいぶでかいですね、これね。 100mm と比較するとこんなに差があります。これだけ大きさと太さにサイズがあります。そっちからも、はい、太さと大きさだいぶ差がありますけども。で、 150mm 角はですね、ここくるくるっと回すとここが取れまして、この内側に枠が入ってるんですよ。これを変えればいいみたい。今このタムロの1530につけるにはこのフィルター枠を、まあ、この枠がね、フィルター枠が安いんですよね。で、こう入れてここ回して、ほんでここにつけるんですね。ここにここつけるのね。意外に深く入りますね。あとは使用方法は同じですね。こっちもマグネットなのでガチンと。さすがにちょっと 150mm 角はでかいですね。ただまあこういうものもありますと。デメキンレンズの超広角レンズとかは、あ、もう私の顔が見えないですね。デメキンレンズの超広角レンズとかはまあこれ 150mm 角のフィルターでいけますよということですね。まだその 150mm 角の方が、ちょっと数が少ない感じがしますが、確かそのソニーの 1424 の 2.8 とかシグマの 1424 の 2.8 DGDN 用の、リングとかも確か発売したてだったのかな。まあ順次増えてく感じなんでしょうね。という感じで、取り付けることができます。はい、というわけで今日はですね、この H&Y さんの加工型フィルターの紹介でございましたが、
まあ、その丸美さんとね、混同しちゃってる人多いんじゃないかなっていうのをもうインターネットで検索して思ったので、その両者の違いっていうところを、まあ、H&Y さんからの依頼なので H&Y さん目線で語らせていただきました。がいかがでしたでしょうか。まあ、本当に最大の特徴であるこの割れないっていうのがね、本当に頼もしい、フィルターなので、 H&Y さんのホームページのリンクを貼っておきますので、もし気になる方はそちらでおポチりいただければなと。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。